今回セーフティネット保証4号だったり5号使いたいよってなった場合には流れが特に注意ですので、流れをぜひ、ね、皆さんにシェアしたいと。はい、皆さんこんにちは。公認会計士の小山です。今日はですね、セーフティネット保証融資に関して情報を発信したいと思います。で、私の最近の動画では、新型コロナウイルスに対するね、融資支援のお話をちょっとたくさんしてきてるんですけども、今日はですね、前回、日本政策金融公庫の特別貸付についてお話ししたので、もう一個ね、おすすめの制度があるよといつも話してましたんで、今回はそのおすすめのセーフティ保証についてお話ししていきたいと思います。今回私はいろんなね、コロナ対策融資に関しては、概要編に始まりですね、詳細解説もいろいろ取ってますんで、まあ、ぜひ再生リストで見てみてもらえたらいいんじゃないかなと思います。で、まずね、保証協会付きセーフティネットのお話しする前に、ちょっと立て付けを話しておきます。融資の全体図はこちらにもう一回貼っておきます。で、まずですね、今回新型コロナウイルスに関して対策融資っていうのはいろいろ出てまして、主な金融機関というと日本政策金融公庫からいろいろね、出てます。で、一番有名なのが特別貸付ですね。売上減少 5% 以上だったら対象になりますよと。で、もう一個はですね、商工中金による特別貸付。あとは市区町村ごとにですね、まあ、融資独自の融資制度を斡旋してるっていうのがありますので、それで、ね、ぜひチェックしてみてくださいっていうのは総集編で言いました。はい。で、今回は、その中からですね、信用保証協会の保証付き融資。まあ、別称ね、保証協会付き融資ってよく言われるんですけど、今回ですね、特に新型コロナウイルスに特化して使われているのが、セーフティネット保証4号と、セーフティネット保証5号、あと、危機関連保証というのがありますので、そのお話をしていきたいなと思います。基本的にはね、大きな流れとかは一緒なんで、ぜひね、動画で勉強してもらえたらなと思います。では、いきます。セーフティネットに関しては、ちょっと注意でして、日本政策金融公庫の場合はですね、まあ、我々事業者と日本政策金融公庫1対1でできますので、比較的スムーズで簡単だったりするんですね。まあ、融資の実行もだいたい1ヶ月ぐらいでできるんですけども、まあ、今回ね、まず一つ伝えたかったのが、流れ。今回セーフティネット保証4号だったり5号使いたいよってなった場合には、流れが特に注意ですので、流れをぜひね、皆さんにシェアしたいと。で、あと期間ですね。どうしても流れが注意ってことは結構ね、登場人物が複雑になりますので、期間がね、だいたい効果が1ヶ月に比べて、セーフティネット危機管理に関しては2、3ヶ月かかるんじゃないかなというのを思っておいていただけたらいいんじゃないかなと思います。で、まず、詳細ね、流れに入る前に、セーフティネット保証のイメージをちょっとここに書いておきます。で、公庫の場合はね、言った通り、公庫対我々の資金調達、融資なんですけども、セーフティネットの場合はですね、保証協会っていうのがあります。それが金融機関に対してですね、我々のお金を借りてるのを保証しますと。だからお金出してあげてくださいっていうの制度になってます。なので、金融機関はね、まあ、例えば保証協会が 100% なのか 80% なのか、そのね、皆さんに対する融資額を保証してくれるからお金を出しやすくなるみたいな制度なんですけども、まあ、一般的にはですね、その一般保証枠っていうのがあるんですけど、それが皆さん 2.8 億円あります。で、今回コロナなので、もっといりますよねってことができたのが、セーフティネット4号と5号と危機関連というのになってます。で、セーフティネット保証なんですけども、これが 2.8 億円別枠であります。別枠で。まあ結構大きな金額ですよね。で、4号と5号はもうこれ共存なので、まあ 2.8 億円を2つで共有で使うというふうに思ってください。で、さらに別枠で危機関連保証というのが 2.8 億円ありますよというような最初の認識でいいんじゃないかなと思います。で、すいません。ちょっと順番前後したんですけど、セーフティネット4号と5号と、あと危機関連何が違うんだと簡単にお話ししておきます。で、まずですね、大きく分けて対象業種が違うんだよっていうのが1点目。で、あと保証率ですね。保証率が違うんだよっていうのが2点目。で、最後3点目。売上減少のパーセンテージが違うんだよと、反転に使うですね、売上の減少の幅がね、それぞれ違うんだよっていうのを分かってもらえたら、これで全部じゃないかなと思います。で、まずセーフティネット保証4号。まあ通4号ですね。こちらね、いつも私が推してる保証制度になります。で、こちらはなぜ推してるかというと、対象業種が制限ないんですよ。なので、皆さんね、勉強さえすればですね、まあ、申請が基本的にはできるというふうになっております。で、セーフティネット5号なんですけども、こちらね、いわゆる飲食業、旅館業、喫茶店、こちらのね、関係の業種の方が対象になってますので、まあ、いつもね、4号と5号を比べたときに、まあ、5号の方はね、このように業種制限がありますので、もし当てはまるのであればどうぞという形をとっています。で、危機関連保証ですね。危機関連保証に関しても、これ業種の制限がありませんと。なので、5号だけが、まあね、一部業種の制限があるんだと思ってください。で、判定基準なんですけども、セーフティネット4号はですね、売上の減少が 20% です。20%。まあ、なので結構ね、大きいですよね。公庫のね、特別貸付だと売上減少 5% で良かったんですけども、セーフティネットを利用しようと思ってですね、20% 以上の減少がないと申請ができません。で、融資金額はね、保証枠に関しては 2.8 億円までありますよと。で、保証については、こちらですね、信用保証協会が金融機関の融資を 100% 保証しますと。なので、金融機関の方はね、正直言って貸し倒れがないですね、100% を保証協会が保証しますので、まあ、貸しやすいんじゃないかというふうになってます。で、セーフティネット5号なんですけども、まあ、業種の制限があるよと。で、売上判定ですね。判定基準がこれ、売上減少 5% でいいんですよね。なので、これで分かってもらえるんじゃないですかね。まあ、こういった飲食とか旅館業っていうのはダメージ大きいですよね。なので、売上減少 5% でいいんだよと。逆に言うと 5% でいいんだけど、このような業種の制限があるんだよというような制度になっております。はい。こちらも 2.8 億円のね、枠になってます。で、こちらに関しては、保証枠が 80% になってますので、金融機関をね、一部2割ですね、は自己負担しなきゃいけないっていうような制度になってます。で、最後、危機関連保証に関しても業種の制限がなくて、こちらですね、判定基準が 15% になります。
売上の減少が 15% 以上あればこちらを別枠で、ね、利用できるようになっております。でこれも保証割合が 100% になってますので金融機関の方はノーリスクだというふうになってます。でこちらはセーフティネット4号5号とは別枠で 2.8 億円出ますので、まあ、先ほどね積み戻りますけどこのようにね2つ使うことができます。セーフティネット4号で 2.8 億円、別枠の非関連保証で 2.8 億円、こちらを使うことが可能ですので、まあ、どうやってね判断するかっていうと、まずね売上が 20% いってたらセーフティネット4号を使います。で当然 15% も満たしてますので危機関連も使えますと。で業種によっては飲食旅館業等々やってるのであればセーフティネット5号も使えるというような簡単な理解をしてもらえたらいいんじゃないかなと思います。でこちらで今のでセーフティネット4号5号と危機関連の概要をお話ししました。で冒頭言ったらですね注意ですね、流れがちょっと複雑なのでこれをね今回ちょっとぜひ、じゃあ利用したいですよね、利用したい時にちょっと流れが複雑ですのでぜひねこちらを覚えておいてほしいなと思って、こちらのね私の書籍の方からちょっと図を持ってきたんですけども、こんな感じで出します。はい、で登場人物が皆さんを入れて今回4社出てきます。広告の場合はですね皆さん入れて2社だけですよね、事業主と日本政策金庫、この2社間でやるんですけども、今回セーフティネット保証信用保証協会付の融資ですねに関しては4社出てきます。はい、まず登場人物、まず中小企業者我々ですねが出てきます。で次市区町村って言って、まあ港区役所だったり区役所だって市区町村が出てきます。で保証協会と銀行金融機関、この4社で共同してやる作業なんだということをねまず頭整理してもらえたらなと思います。で順番があります。もしセーフティネット4号を利用したいとなったらですね、まずとにもかくにも1番目、市区町村でこのねセーフティネットを利用しますよという認定申請をしなきゃいけないんですね。これが1番目、認定申請を市区町村にします。まあ、私だったら東京都の港区で、皆さんね名古屋市なんで名古屋市役所とかというふうに市区町村の役所に行ってくださいというのが1つ目。でここですね、まあ、ピライチのね認定申請書というのがありますので、そこにねこれこれこういう理由で申請したいですよ、セーフティネット4号利用したいですよ、で市長お願いしますみたいな書面があるんで、それをねハンコついてもらうと。でこれが認定を受けれましたと。で認定を受けれましたらここからね順番前後していいです。まあ、それをね信用保証協会に持ち込んでもいいですし、もしくはね皆さんのメインバンクあるのであれば銀行に持ち込んでみてください。でそうすると認定申請があるので、もう当然ね信用保証協会の方も金融機関の方もすぐ分かります、はい、あそういうことですねと、今回セーフティネットもしくは危機管理使うんですねというふうになりますので、それで金融機関の方で審査をしてもらって保証協会の方でも審査をしてもらうっていうパターンか、もしくはですね信用保証協会に先に持ち込んでしまって保証協会で審査してもらって、で信用保証協会の方から金融機関を斡旋してもらえるってこともありますので、ここら辺は問わないんですね。なのでとにもかくにも市区町村に行って認定申請をもらうと。でもらってしまえば信用保証協会と金融機関に声をかけるんだっていうのを持ってもらったらねいいんじゃないかなと思います。で特にメインバンクがある方はメインバンクにね相談するのが一番いいんじゃないかなと思います。という感じで流れがね特に重要なので、いきなりねこれを信用保証協会に言ってもその方はね困ります。で金融機関にねいきなり言ってもですね、まあ、まず認定申請ないとという話になりますので、ぜひねそこら辺の順番はロスになりますので、お互いのためにねないようにぜひ勉強してください。でこんな感じですね。で流れが注意ですよと。で最後ですね、期間ですね、こういう風に登場人物が自分入れて4社ありますので、まず大体ですね市区町村で長くて数週間で、私みたいにですね港区とかだとですねやっぱり混み合って人気ですので来月っていうのも十分あります。なので長くて1ヶ月ぐらいで、信用保証協会の審査、あと金融機関の審査がそれぞれ1ヶ月1ヶ月ぐらいあったとするとですね合計3ヶ月ぐらいかかりますので、やはりね日本政策金融公庫の1ヶ月っていうのと比べるとやはりねどんぐらい時間かかるのか、すなわちねどんぐらい逆算して今動かなきゃいけないのかっていうのを分かってもらったと思います。こんな感じで今日は締めたいと思います。今回はですね保証協会付きの融資ですねっていうのをお話ししてきました。具体的に言うとセーフティネット4号、これ全業種ですよと、売上 20% で、セーフティネット5号、これは業種がかけられます、旅館業、飲食業、喫茶店等々で売上減少 5% でいいんだけど、そういった業種の制限がありますよと。で3番目、業種制限はなくて売上 15% でいい危機関連保証ですね。この3点ね、信用保証協会付きの融資なんだと、これをね民間銀行から取れるんだっていうのをぜひね広告とは別枠で理解してもらえたらいいんじゃないかなと思います。ということでね、日々はね広告の特別化付けで、今回はね信用保証協会付きの融資お話しました。でどっかの動画でね持続化給付金って言って、業種に関係なく給付金200万、法人だったら200万、個人は100万、事業の手当としてお渡ししますよ、融資じゃないですよ、返さなくていいですよっていうお話もぜひしてますんで、まあいろんなね資金調達今回出てますので、今回ねこの火事場を乗り切ってですね、うちねまたね事業復活した時にはですね、またそういった通常のね日々が戻るまでぜひ耐えてほしいなと思っております。いかがだったでしょうか。ということで今日はねセーフティネット保証についてお話ししていきました。またね次回資金調達絡みの動画どんどんアップデートしていきますんで、またチェックしておいてください。ぜひチャンネル登録していただけたら嬉しいです。ということで本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。以上になります。